マタイの福音書ですね。4章の14節です。25節。
まあ、最終の試合になるのにね、うん、エレ様の新しい教えですね。それはまずエルサレムで広められるのかな。でもそうじゃなくて、うん、ちょっとこう違う場所でね始められたと思いますね、うん、それでガリラ屋で伝道を始めるっていうところの15節です。ゼブルンの地とナフタリの地、湖沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラ屋、暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた、はい、そしたらば先生がいない時、修法を読んでみましょう。一番最初から読みますね。イエス様が宣教の拠点として最初に選ばれたのはカペナウムで、エルサレムから遠く離れた田舎町、漁師の町であったが、この地域では最も人が多く行き交う場所で、イエス様の宣教はここから始まり、エルサレムは最終地点であった。新しい教えを広めようとするなら、最も人が多く集まる首都エルサレムで開始することが当然で、イエス様の兄弟たちもそのように考えた。そしてヨハネの7章の3から6にこのように書いてあります。
そこでイエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。イエス様は常にご自分の時を知られ、父なる神の御心に従って行動された。イエス様の最終目的地が神の都エルサレムであり、そこで十字架にかかることが来臨の目的であった。またエルサレムから離れたガリラヤから宣教を開始するのはイザヤ書9章1から2節の預言の成就であった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、異邦人のガリラヤ、暗闇に住む民は大きな光を見る、死の影の地に住む者には光が差し込んだ。イスラエルの北、北方領土はかつてアッシリア帝国によってイスラエル住民が捕らえ移され、荒れ果てた地域だった。イスラエル人にとって悲しい歴史の場所であり、祝福のない暗い場所だった。しかしその場所に住む人々のところに救い主キリストが来られたのだ。彼らは偉大な光を見て、彼らの上に光が昇ったのである。4章の16節にあります。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたと言われた。主イエスは天の御国の福音を述べ伝えられた。これはバプテスマのヨハネが述べ伝えたことと同じである。ただしヨハネは後に来られるお方が天の御国をもたらされると予言したのに対し、イエス様はご自身が天の御国をもたらすお方であった。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。彼らはすぐ網を捨ててイエスに従った。イエスはそこから進んで行き、別の二人の兄弟ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると、二人をお呼びになった。彼らはすぐ船と父親を残してイエスに従った。なぜ漁師たちを？宣教を開始されたイエス様は早い段階で十二弟子たちを集められ、弟子として任命された。この聖書箇所はペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネがイエス様に召される場面である。注目すべきは彼らが漁師たちであったことである。これは御国の福音宣教を開始するにあたり、皆さんならどういう人たちを集めたいでしょうか。宣教を進めやすいように立法の専門家や人望のある人、管理能力のある人、弁論に長けた人、特別な才能を持った人などを集めようと思うはずである。しかしイエス様が選ばれたのは立法の知識も十分でない漁師たちであった。良い点があるとしたら体力くらいであろう。長旅に耐える体力があることは重要なポイントだったかもしれない。それでも理解に苦しむ人選である。しかし福音書を読み進めていくと次第に理由がわかる。弟子たちの無知や失敗、性格の弱さ、不信仰などを通してたくさんのことを教えられる。私と同じだと共感する。その彼らはイエス様、彼らをイエス様は見捨てず、彼らのために祈られたことを知るときに、主イエス様は私のことも見捨てず私のために祈ってくださるお方であることを知る。無に等しい私をも主の御用のために用いてくださることを教えられる。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげようということ呼びかけは漁師であった彼らにぴったりの言葉であった。主イエスの言葉は彼らの心の
琴線に響いたに違いない。漁師は自分が生きていくために魚を取るのであるが、福音宣教は人々を生かすのである。まあ、容易にしてあげたよ、ね、そう容易にしてるから、彼がそのように最初からそこ、そういうの場所で始めたということも考えるんだけど、それだけではないね。まあ、暗闇に住むため、死の神の地に住むのに彼が差し込んだとありますけど、どっちか言うと都エルサレムから考えると、 あんまり恵まれないね、変な土地だというね。そこから伝道活動を開始されたというね、なんでもせえな、ちょっと様の伝道は それ以外にね、その後都エルサレムに行かれますけど、カペナウン、ガリラヤ湖の漁師というね、あえての伝道から始められた。人間を取り押しにあなた方をしようと言った。魚取る漁師になって人間を取り押しと、ね、面白い言い方されたと、私も外来学にいっぺんだから2年いたっけ、どうやったっけ、
ユダヤで、それで、その目覚めに船に乗りましたな。船に乗って、でずっと目覚めを一周したっていうの。その確か覚えてますけどね。イエス様はここで伝道されたで、もう旅行観光地になってるところもありますけども、もうめっちゃ田舎やな、伝道するんだって盛んに伝道するような感じだから、とにかく人間がいないというか、非常に寂れた町というか、港町ね、その場所で、宣教活動のを開始されたというね、なんか、それも私たちに何か教えて、教えられるというかな、光が昇ったというな、とにかく、伝道の最初、イエス様が伝道最初始めた場所、この辺ではね、カホアの町、一番繁華やかに、にぎやかなところでやるという、カホアの町よりももっと田舎で、なんていうか、仕方の方でやったら、どうなんだろうと。ね、とにかく宣教活動伝道のスタートを切るという、やっぱり物事は全部スタートが大事だからね、どこから始めたんかいうね、それでスタートを間違えるとね、とんでもない失敗すると、やっぱりそれを間違えようとしてるから、まあイエス様はなんでこういうところから、福音を述べ伝えることを始められたのかというね、今そういうふうな、繰り返しますからね、聖書に書いてあるからだというね、以前予言してるじゃないかと言ってね、それはそうなんだろうけど、実際に、田舎町ね、田舎だ、おそらく今から2000年前ってさ、ちっちゃなもう本当に家なんかあれへんのとかやったと思いますね、なんで人口がたくさん、ね、今たくおりますけどね、どこ行ったって人間はたくさんおります。だけど今から2000年前からね、本当に人間はいなかったんだよね、人がいないね。で伝道するって言ったって、どないしたら分かるんだよ、それはもう分からんかで、イエス様だからね、それで やられたんでしょうけどね、それでまあ結局ガリラの漁師、まあ最初に、信じ従うことになったというか書いてありますね、
人間は取る漁師と魚を取るんだよね、わかるよ。魚を取ってる漁師にね、お前も魚取るのやめよ、魚人間は取る漁師になりなさいって、ね、お前やっぱ変だなって言われたと思うけどね、うん、はあ、それでなんでね、もうちょっとそのん書いてあるな、なんぼのその文明発達しないと、その当時のやっぱり宗教的な素養を感じられるのが人たち、ね、当時の言えば立法の専門家、人望のある人、管理能力のある人、弁論に長けた人、とにかく話すのがうまい人、もっとそういう、もっとね、どう考えたっていう普通の人がじゃなくて民を指導するような人を、ね、選んだ方がいいんじゃないかと思うじゃないか。まあそういう人たちはイエス様はあんまり最初から会えて、最初はむしろね、ああもうこんな魚と取ってる、そういう人たちを お弟子さんがたちとして選ばれたという、面白いなと思うけどね。これを思うとね、イエス様の言葉をね、伝える、僕はイエス様信じて最初に伝道活動なるものをやり始めたのどこかあると、うん、池袋ね、それから新宿行った、渋谷行った、それで駅前で伝道活動を始めたね。ああ、ね、イエス様を信じましょう。そんなん言って伝道やってるのに、やり始めてるのは、まあ、まあ、ほとんどいなかったけどね。そやな、今から何年前や。二十歳ぐらいのところから始めたな。だから50年前か。いや、60年前だ。伝道活動をね、始めたら、60年前。うん。いや、ようやったと思うわ。ね。今ね、そのね、東京の、駅前やな。電動そやな、僕そのマイク持って やったんかな、どうやったっけ、マイク持たなかったんじゃないかな、どうだっけ、とにかくイエス様を伝えるってならないと思ってね、街頭に立ってね喋りだしたと。で、何を喋るんですか、最初は分からなかったというね。そうでないですか、今は伝道活動皆さんやりましょうよと喋ることは、何を喋ったらいいか分からん、ね、そうじゃないですか、ね、で僕は大体思いついたのはね、なんだ
垂れ幕ね、人の真似するんだな、人やってるんで垂れ幕の、ね、時代心理、時代心理という世界の歴史というね、そのイエス様の2000年前に生まれた、まあ、伝道活動を開始された、そのまた 2000年前にアブラハム、ヤコブというのがその2000年前におると、それからそのまま、もう一つ2000年前にはね、アダムとエヴァ、ね、エデンの園があったと、ね、今から6000年前や、そういうのをこう布に変えてね、マジックで変えてね、それをなんで なんでそんなことしないんだろうと、駅舎かなんかやってる人が街頭でそんなことをやってる人がいた、でそれを真似したろうと思って、で駅舎の 人たちはそんなことはあんまりせんけどね、とにかく、道路の道で通る人たちがね、家で何やったのかと、止まって、ね、見てくれるようなね、とにかく興味を示されるようなことをね、やり始めたというね、で最初は何でしょう、話も得たいね、何を話したらいいのかわからん、ところがまあやってるうちにね、何度も何度もやってるうちにだん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 分かってきた、コツが分かってきたというかな、でそれで誰の真似してんだったらね、結局真似してんだけどね、駅舎とか何だ、その当時はやっぱり僕は60年ほど前にその街角でね、街角に立ってなんかおしゃべりしてるような人ってのは大体そんな人あんまりいねえんだけどね、別の宗教かなんかの人に真似したんだけど、なんて今から2000年前イエス・キリストが来られた、それも2000年前さっき言ったように、今から4000年前にね、アブラハム・イサクね、アブラハム・イサクというそのユダヤ人の先祖、ね、神様約束されるでしょ、ね、まだ2000年ほど前にね、エデンの園にアダムとイブというのを作られたよね、聖書に書いてあるでしょ、そこで言うと現代に至るまでの、予言というかな、そういうことがちょこっとこう書いてあるわけ、ね、それをこうずっと書いてね、書いたものを地面に広げてね、畳1枚くらいのね、広い、スペースで、面白おかしくこう、とにかくこう解かないといけないからね、それで
まあ、どちらかというと漫画的な映画ね、上代さんいうそういう人だったのでね、いろいろちょっと面白いな絵をね描いてもらってね、それで聖書の予言がある。まずまずね、例えばそれな、ノアのそのだから一番最初の まず創世記の2章、創世記2章じゃないの、3章か、人間いうものが作れたとこからあんねんけど、蛇と女、人間が創造された時点から言うとね、創世記2章の7節か、主の神は土、アダムかの地で人、アダムを形づくり、その花に命の息を吹き入れた。さあ、こうして生きるものになった。ね、主の神は東の方エデンのにその向け、自ら形作った人をそこに住まわされた。で、どうだでしょう。旧世代に、主の神は、自らに好ましく食べるに良いものをもたらす、あらゆる木を地に生えさせた。その地方に命の木と善悪の木を、地域の木を生えされた。というとあれでしょう。これね、これ一番大事なことだけど、ちょっとこう、書いてて、そういう。で、蛇の誘惑って3種類ね。ここから面白いわけや。これをその、書いてある通りに言うわけや。2節にですね、いや、その前から言わんと、お前分からへんな。世の神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女にいた。そののどの木からも食べていけんなと神は言われたが、女は蛇に答えた。私はその木の果実を食べているです。でもその中央に生えている木の果実だけは食べてはならない。植えてはいけない。死んでもいけない。ね。まあ、その、こういう、この、最初のエデンの、そのね、食べてはならないものを食べてしまうという、そこから人間の罪が始まった。蛇は、4節ね、蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知ることになるものとなることを神ご存知だ。6節に女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにすばらしいと、女が身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。二人の目が開けて、自分たちが裸であることをし、二人は自分の歯を連れて、つじ合わせて腰を覆うものになった。あるよ。この辺のところ、こういう話をするわけや。ね。ちょっとこう、
なんか興味を持たれる人は何やってんだろうと思ってね、ちょっとしね、足を止めてね、私の話を聞かれる人がいる、ね、で問題はね、一番大事なとこや、その蛇に騙されて食べてはならないという木の実を食べてしまった、ね、それであらゆる家畜、あらゆる布の業務で、のぼられるものになってもった。お前は生涯早めに地に地を食らう。15歳か、お前と女、お前の子孫と、お前の子孫との間に、私は敵よ。お前は、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。ね。これ一番、これ有名なことなんですよ。原福音と言います。ね。長くなるよ。もう、もう、言うていない。人間がね、蛇の誘惑、蛇の言葉に、そのまま信じて、禁断の実を食べてしまうと。それで15年、お前と女と間に、お前の子孫と女、お前の子孫、女の子孫との間に、私は敵を置く、彼はお前の頭を置く、彼は、お前は彼のかかとを置く。これね、このイエス・キリストが、実は十字架について、私たちの全ての罪を背負うことになるという、最初の予言なんですよ。食べるなっていうのを言われたけど、食べてしまった。ここから神様が死んでる人は救われるという話になってくるんです。人間がね、どうして罪を背負うことになったのか、もう世の不幸というものが生まれたのかという分かるわけですけどね。それでまあ、なんだ、この話すると、もうすぐ長くなるんだけどね。20から21で読むか。アダムは女をエーバと名付けた、命と名付けた。彼女はすべて命あるもの母だから、となったからだ。21、人の神は、アダムと女に川の子のを作って着せられた。主なる神言われて、人は我々一人のように善悪を知るものになった。今や手を伸ばして命の木からも立てたり、永遠に生きるものとなる恐れがある。というね。主の神は彼をエデンの園から追い出して、彼に自分がそこから取られて、父を耕されることを伝えた。そこしてアダムを追放し、命の沖に行くの、至る道を守るため、エデンのその東に蹴る海と、さあ、きらめく炎の、剣の炎を置かれた。というね、ここから問題が始まったという。これ、この話、全然する予定なかったんだけどね。この話は、この話する。で、中途半端になってもらうからね。もうやめるけどね。もうね。もう、ぐらいの時間は待ってもらって。もう終わる。アダムといえば、この話ね。人間
で蛇が人間、なんで人間の世界に入ってきたのかという、その結果なんで死に至る人間が死ぬようになってしまった。不幸が人間に、はじめ人間はね、永遠に生きる存在だったんですよね。ところがこの剣山の実食べてはいけないと言われた木の実を食べてしまって、結果死ぬことになった。もうそれで、もう人間がね、この蛇のもたらしいう誘惑に負けた結果、人間は死ぬことになったわけだ。だけどそれからイエス様が来られまして、もう私たちはその罪から救われることになる、そういうね、物語が始まるんですけどね。わかりました。今日はその予定外の話、もう時間、イエス様は、ね、私たちの死から私たちを救うためにこれだ。イエス様が死んでるものはみんな救われる。何で救われるんだってね。食べてはいかんという禁断の実をね、食べてしまった、ね、だけどもイエス様が死んでるものは、もう永遠に元の永遠に生きる存在に変えられるんですよ、ね、神様がからいただいた命をいただいたからね、生きるんですからね。そういう話は、まあ、関係ない話なんで、何度か話してしまった。もう終わったのに、もうまた話する？終わり。終わり。冗談はない。じゃあ、経験しますか？